お疲れ様です。ポンタです。今日も信長の野望を波動実況していきたいと思います。チャンネル登録お願いいたします。本日はいつもと多少趣向を変えまして、はい、信長の野望波動を大きくですね、規定しているといいますか、まあ、ゲーム性を決めているシーズンリセットについて語っていきたいと思います。はい、シーズンのリセットをですね、リリースされまして、僕の方もですね、あと9日ぐらいでシーズンが終わっちゃうんですけれども、なんだかんだ楽しみですね。シーズン、この日までに頑張ろうみたいな、そういう最後の駆け込みも楽しみですし、終わった後、最初からやるっていうのも楽しみです。まあ、中にはですね、また1から平価レベル上げるとか、調達めんどくさいよって人も多いと思うんですけれども、まあ、基本的には、新たな気持ちでできるっていうのはいいことかなと思います。シーズンリセットいいところ3つありますね。一つはですね、やっぱり追いつけるってことですね。新規参入の人が今からですね、また兵科レベルとか領地レベルというかですね、領主レベルとかそういったもの全部ですね、先行の人に追いつくっていうのはなかなか難しいんですよね。はい。で、まあ、確かに僕はですね、のんびりやってる中でも武将の方の昇升は上がってきて、この昇升上がってっているのは差じゃないのかって言われて、まあ差ではあるんですけれども、それでもやっぱりレベルも武将たちのレベルも下がっちゃう力っていうところで、新しく入ってくる人にとっては、あ、シーズンリセットなんだ、またこっから始めるタイミングだとか、もうすでに飽きちゃったりとかした人にとってはですね、またシーズンリセットで一から始めようみたいな感じで、はい、モチベになるのかなと思います。新規参入と復帰勢といったところがやりやすいというのが一つメリットかなと思います。まあ、二つ目ですね。これはずっと続けている人のモチベ回復というのもあると思います。モチベなくなるっていう人もいると思うんですけど、モチベな、回復ってやつもですね、あります。まあ、僕もですね、まあ、のんびりやっていて、まあ、もう勝てないかな、みたいなところもあるんですけども、第一の勢力には。それでもやっぱり、一からなると、よし、またもう一回やっちゃうぞ、みたいな感じがあるかなと思います。結構、また新しくですね、始めるとなると、効率のいいやり方とかもいろいろ分かってきたので、そういったところを持ってですね、強くてニューゲームじゃないですけれども、一からやるっていうのもモチベ回復のためにいいのかなと思っております。三つ目ですね、最後はですね、込み入った人間関係とかいろんなことがリセットできるっていうのはいいかなと思いました。まあ、デメリットから言うと、確かにまあこういうですね、仲良くなった一門の人とかそういった人たちがですね、バラバラになってしまうのは寂しい面はあるんですけれども、新しくですね、はい、人間関係を構築するぞみたいな感じで、凝り固まったですね、いろんなところが一回解かれるのはすごくいいことかなと思います。やっぱりずっとですね、腐れにやってるっていう面白さもあるんですけれども、このゲームは基本的にリセットされて最初からやり直すっていうのをですね、原則やってるので、まあ、そこを考えると一回バラされるのはすごいいいかなと思います。まあ、僕2ヶ月でいいかなと思いましたからね。むしろなんなら3ヶ月いらないと思ってますけど、2ヶ月かなと思って。僕繰り返し言うんですけど、やっぱこれってあれですよね。シーズンリセットのゲーム、いくつかあるんですけど、馬娘を思い出しちゃいますね。馬娘も一回育てた、そういうですね、馬娘たちを、また、レベル1から始めて、はい、初年度クラシック、みたいな感じでですね、育て直すんですけど、その都度モチベが回復して最後気持ちよくですね、次の、はい、もう一回育成し直しに行くので、それを意識しているのかなと思います。それだと、まあ、完璧にすごいインフレしなくて済むんですよね、武将が。はい、馬娘はずっと同じ武将をですね、3年間育てられるとなると、さすがにですね、レベルも100の馬娘みたいな感じになっちゃうところを、はい、1からなるっていうところは、そういう意味では信長の野望も含めてですね、最初から一からできるっていうのはいいのかなと思います。はい、今日は短めですけどこんなところです。結構です、僕のところにもコツでうちの一番に来ませんかみたいなお誘いが来たりします。まあ、僕みたいな美課金のですね、大した技量もないプレイヤーを誘ってくるのは、やっぱ YouTube やってるおかげかなと思うんですけど、ありがとうございます。ただまあやっぱり結構あるみたいですね、水面下で課金してるすごい腕プレイヤーとか、まあ、三国志波動でつながり合ってたプレイヤーとかですね、そういう人たちが人間関係を生かして引き出し合戦で、ね、次はどこでやろうかみたいな感じで相談しちゃってるみたいです。ぜひですね、皆さん次のシーズンどこでやるかっていうところも教えていただければと思います。やっぱ生放送待ちかなとは思いますけどね。はい、公式生放送の情報を聞いて決めようかって人は結構多いと思います。もう果たしてこの17カ国モードで次もやるのかどうか分かんないですしね。もういきなり九州でやってくださいとか、東北でやってくださいとか言われたら、もう今のうちにね、上杉でやろうって決めといても、それは後で無駄になっちゃうんで、公式生放送の情報、
待ってなのかなとは思っております。はい、以上です。ぜひですね、皆さんシーズンリセットされる信長の野望波動、次のシーズンモチベ高めていっていただければとは思います。こうとか何とか言ってるとコメント欄とかでですね、シーズン1でやめちゃうよとかモチベ下がるよみたいなことを言う人いるんですけれども、ぜひそんなことやってください。どうも今日はありがとうございました。チャンネル登録お願いします。失礼します。